どうも、あじまきよしです。 Nintendo Switch Lite 出ましたね。出たね。なんかなんでだろうね、なんであんな色をさ、普通の色を出してくれないんだろうね。 Nintendo Switch 黒とかさ、白色って出してくれないんだろうね。なんでそんなひどいことするんだろうね。なんであれ出さないんだろう。マッキーで濡れってことなの。なんかいつもさ、なんかちょっとさ、透かした色をさ値段はやっぱり安くなってるなとはやっぱり見たんすけど、2代目セットっていうのを見たら2万6000円なんで、まあやっぱ安くなってるなと思いましたけど、まあ一応ね、なんか買いますけど、すぐ買うかって言われたらわかんない。なんか不具合とかさ、もう俺トラウマだからさ、トラウマっていうか別にそのスイッチまあ、不具合が出たことはそんなないんだけど、一応不具合を待ってから、ね、あと俺何がドラマかって言ったら 3DS の値下げね。これ以上値は下がることはないだろうけど、どうだろうね、まあ、ちょっといろいろ様子見て、まあ12月をめどにね。俺はその常にちょっとマリオオデッセイしたいんで、マリオオデッセイ病なんで、あのなんかね、手持ち無沙汰でさ、常にマリオオデッセイしてないとできないから、まあ多分セーブデータ共有っていうのがなんかできないらしいから、なんかねえ、セーブデータ共有できたらマリオデッセイのデータやるんだけど、まあ、また一からマリオデッセイやってもいいんだけど、だから俺は本当はその スイッチライト2台欲しいんですよ。マリオデッセイ用とそのあの普通にちっちゃく遊ぶ用っていうのを、ね、2台欲しいんで、なんかカラーがさ、なんかもうまともな色作れなくなったのかな、任天堂って。スイッチもさ、黒のジョイコン出してくれないじゃん。なんか呪いがあるから黒とか無理なんだっけ。黒色って全然出さないじゃん。グレーとかしか出さないじゃん。そういうジンクスなの気にしてんのかな、なんか。なんかもう結構 3DS の時から、でもそれ任天堂そもそもそんないい色出してくれないのかな。なんかさ、俺今回配色は別に好きじゃないんですよ。ジョイコンも黒がないからさ、白もないからね、なんかちょっと悲しいよね。まともな配色ないよね絶対。 3DS、2DS ニュー、ニュー 2DS LL の時もさ、なんかマリオカートの、でも俺ハグレメタルエディション買っちゃったからさ、俺すごい後悔してんだよ。ハグレメタルエディション買ってダセーからさ、ハグレメタルエディション、いやダサくはないんですよ別に。あのハグレメタルがすごいね飛び出してきてるから収まりが悪いんだよ。だから俺あんま好きじゃないんですよ。はぐれメタルをすげえ否定してるけど、なんか色はなんかね、バナナ色と、まあ、ターコイズ色とグレーってね、なんかね、なんで黒色出してくれないんだろうな、悲しいね。まあ買いますけど別にすぐは買わない、なんかちょっと不具合とか怖いんで、まあ買うけどね、別に買うけどすぐは買わないと思うな、腰で。まあ買いますけどね、てな感じで、てな感じです。